はい、ただいま、うん、ドッキリで捕獲した、はい、タコよし、これをね、今日はさばきますよ、うん、まあタコはもう任して、うん、タコも慣れてきた、うんうん、もう脳がきいいから早くやってる、ね、まだ生きとるでね、うん、生きとる、わー、なんかエイリアンみたい、うん、よし、もうやってきますよ。何するんですか。まずね、この目と目の間に入れます、包丁、うん、そして締めるんですよ。はい、締め方してんの。そう、知ってる、もうね、もう勉強した、うん、よし、入った便利だね、今は YouTube あるから。そう、便利で、これでね、ほっとけばいい、うんうん、まあね、カメちゃんね、うん、今締めてんだけども、こうタコをね、うん、タコをね、茹でるのに、まあ、うちは土鍋しかないから土鍋使うんだけど、これね、緑茶入れるので、やると、うん、タコの色が鮮やかになるんだよ。知らなかったでしょ。裏技すごい。はい、タコ締めました。はい、締めましたね。そうしたらですね、ここ、分かりますか、ここをね、ちぎるんです。こう見えますか。あ、見える。ここも手で取っちゃって大丈夫です。ここは、はい、中をね、もう全部取っちゃいます。これ裏返して、ここも全部取っちゃいます。内臓があるんだ。はい、ここも全部取っていいですって。面白い気もんね、頭の中に内臓がない、はい、そう、うん、これが頭なのかな、これが体なのかな、頭じゃないかもしれない。それ、ね、そう分からんもんね、僕らには。そうだね、うん、タコじゃないで。そうタコでーすって。いや、それ知らないよ、ね、あ、知らないまあ、取ります。はい、よし、はい、OK。ここね、ちょっと気持ちいいよ、これ。何やっとるなんて。これすごいよ、これ、皮。バカじゃないか、もうやっていくわ。そしたらね、この口をね、もうこの時点で取っちゃっときます、これ。あ、危ないでね、はい。うまく取れるかな。くちばしみたいになってるのか。見えへんな。見えんでしょ。全然見えんの。見えん。あ、これ。こういう感じ。うん。こういう感じでね、口を取っちゃいます。はい、触っとるの。そう。そうやってやっとくとね、初めて見とくとよ。よし、これ。あ、取れた。ほら、取れたでしょ。本当だ、はい。そしたらもうこれ茹でるだけでさ、と。なるほどね。はい、全部食べれます。はーい。あ、目も取る。目も取る。目も取る。そういえば、ごめんね。はい。しょうがないね。どうやって入れるか。閉めてるんだから。うん。よし。うん、なんかそれ、うん、なんかどっかで見たこと。うん、取りにくいね。なんかの部分みたいな。あ、これ。あ、取れる。うわー、すげえ。うーわ。本当、目や。目だ。ね。見ないで。はい。片方、ほんでもう片方も取るね。はい。じゃあ次は工程は。うん。このぬめりを取るに。はい。塩もみですね。塩もかかります。これあれだね。博多のだよ。塩。あ、動いてる。動いてる。これね、ちょっと嫌がるんだよね。なんでかね、海水におるのに。痛いな。で、これで30分ほど塩もみします。はい。20分かな。うん。ぬめりは取ってくださいね。はい、しっかり。はい、でね、これ汚れとか入ってるんで。そうはい。一歩一歩。はい、入念にやります。はい、塩もみしました、はい、しました。もうぬめりほとんどないです。触らしてるじゃん。ないよ。触ってみて。本当だ。ね。うん、そしたら、ここにね、この水かけっていうのかな、この部分にね、切れ目を入れておきます、はい、うん、そうするとね、後から切り分けやすいんで、はい、っていうのを見ました、YouTube で。これも見た、はい、実は、はい、工程してた、はい、じゃあ、かゆくさん、はい、そうしたこのね、緑茶の色見てください、綺麗でしょ。いきますよ。これね、取れるかな。いいよ。ここね、ちょっとこう出してね、お、先っぽね、くるくるん。そうそうするとね、なんか昔のあの、ヨーロッパのなんかあの、はい、髪の毛、メデューサみたいな。お茶王様のあの王様って感じ、ね。貴族の。丸めて、もういいかな、もうちょいかな。じらすだけじらしといて、でいいんですね。オッケー。よし、これで5分から10分ですね。はい、はい、茹でます。茹でます。はい、5分経ちましたんでひっくり返します。ひっくり返す。はい、これでもう数分ですね。よかった、茹で上がった。完成です。あ、完成。あら、焦っちゃって。で、これ取りにくい時はこのさっき取った口のとこね。そこにこう、そう、操作してて。これ難しいな。取れんな。あ、取れる。よし。これ。できた。完成。お、綺麗なタコだね。いいでしょう。いいね。それでね、水で今締め、冷やしました。はい、締めたね。はい。で、これまず、はい、ここ頭取ります。頭取りますね。はい。
はい、そしたらここね、ここ半分にとりあえず切ります。でここでね、口を取ったのはこの理由があるんですね。ここでもう切れるんですね、こうやって。あ、なるほど、ね、はい、もう真っ二つに、はい、本当だ、こんな感じで、はい、で足を一本一本切っていきます。はい、いやもうちょっと慣れてきたな、マジで。なんか魚やるかなんか簡単でいいね。簡単でいい、うん。まあ魚も慣れれば簡単かな、うん、やったことないんだから、ね、よし、ほらこんな感じ。はい、半歩ありますか。あります。2、4、6、ありますね。はい、タコのはっちゃん出来上がり、はい、お作りにしましょう。はい、手で隠れちゃうね、これ難しいね。そう、難しい、これ見せにゃあかんでね。ああ、上手やん、うん、難しいんですよね。はい、先っぽちょっと置いておいて、こう薄くね。そう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 、はい、包丁は100均だからね。まず、うん、このね、切り方で味がだいぶ変わるらしいね、魚の。うわー、それ自信ないわ、うん、つけてください、はい、うん、こうしてですね、こう、盛り付けのセンスがね、全くないんで、こうなっちゃうんですよね。なるほどね、こういう感じで、うん、本当はもうドカッと置きたいんですけど、うん、ういはい、はい、完成。完成です。はい、くる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 、やったー、やったー、完成です。食です。いや、食べていい？あ、いただきます。贅沢だね、君たちは、うん、嬉しいね。嬉しい、嬉しい。食べたら何か言うんだよね、普通は。うん、うん、タコ、うん、うん、違う違う、タコです。タコです、うん、どうだ、カメリ。噛み切れんね、これね。うまいよね、だけど、うん、今日すっぴんらしいよ、カメリ。あ、そうなんだ、ね、うん、え、全然わからんね、うん、サングラスくれてるで。いや、わかんない、俺化粧してるかと思った今日。うまい、隠さなくていいよ。あ、僕も。いや、まあ、あなたいいよ、別に。いや、うまいよ、食べてみて。うん、食べる、うん、じゃあ自分がこの切ったね、うん、こういうちょっと、あ、いいね、それ、うん、これをね、はい、わさびをつけて、はい、自分の場合はね、ちょっとアレンジしようかなと思って、うん、飽きたでしょ、醤油も、うん、ちょっとマヨネーズをね。マジでマヨネーズ行く。多分これうまいと思うんだよ。あのね、マグロとかカツオの刺身もね、漁師はね、マヨネーズで食うんだよ。知らない？マヨネーズだけで食う人もいる。はい、食べて。まあ、口元だけ。いくよ。はい、どうぞ。最高。よかったね、うん。はい、ごちそうさま。あ、もっとこれ、お、カメに食べていい？あ、口の中のがまだ噛み切れてないね。あ、無理してないでいいよ。ゆっくり食べて。よいしょ。はい。でもちっちゃいの食べた。おいしい？あ、よかった。あ、よかったね、うん、はい、本当はこれタコに見えるけどガムじゃんね、これ。あ、いや、そんなもん、ね、思いっきりさばいとったのにさっき。本当やね。はい、ありがとう。おいしかった。はい、ごちそうさまです。いや、まだ食べるよ。はい、